説上公設秘書3人までしか出さないんだったら、じゃあ秘書3人の中でできることをやりましょうっていうのが一般の家庭の考え方じゃないですか。それをやりたいことがあるんだから他からなんとか金持ってこようっていうのが、そもそも僕庶民の感覚とはずれてるっていうのをやるべきだからお金がかかってるんですよ。公設秘書3人の中でやるってなんでならないのかって話。24時間多分寝れないね。じゃあできる範囲でやればいいんじゃないですか。できる範囲でやったら次の選挙落ちます。やっぱり私を選んでくれた方々のためにやるべき仕事はやろうと思ったらこれだけかかるという意味で申し上げてるんでね。日本の成長が止まってしまったのは別に政治家の責任だけじゃないですよ。教育だったりいろんなことが全部重なってこういう風になってるわけで、そういう国民が決めるの不可能じゃないですか。じゃあ国民がどうやって変えられるんですか。政治家が変えないで。それは選挙でしょう。違います。そもそも選挙に行くのは投票するだけです。仕事として政治家は法案を作るという国会議員の仕事があるので、それで変えるべきなんです。でもそれをしないで国民が選挙で頑張らないからおかしくないですか。政治資金パーティーなどの収入は銀行振込基本っていうのはおかしいって。基本って何ですか、太田さん。いや、私も今気がついたよ。国会とかで基本、自民党基本取るっていう提言していただけるんですか。しますよ、じゃあ。いや、しますよ。現金は消したんだよ。総理とね、木原さんぐらい書くわけだよ、これ。でもね、私、旧安倍派じゃないですか。多分狭いっすよ。みたいなのが。非常に空気として流れてる。1975年に大学卒業して経済産業省という、昔通産省と言ったんですけど、そこに入りまして、それで、25年経ったところで、その前にちょっと岡山県に出向したりして副知事なんかもやったんですけど、初めてそこで政治の世界に触れまして、おもろそうやなということで一回経産省帰ったんですけれども、その後大阪府知事選というのに誘われてアホやから出てしまいまして、それで8年間大阪府知事を全国で初めての女性知事として務めさせていただきました。その後務められたのが橋下徹さん、松井さんと、こういうことで今維新が本当に強い大阪になっています。それから少し民間企業にも席を置いたことあるんですけれども、やはり私は公務がやりたいと思って、政治がやりたいと思って2013年の、参議院議員選挙に勇気持って立候補しまして、全国から当選をして、その後2019年の参議院選は大阪の方に選挙区から出していただいて、これは本当に安倍さんのおかげだったんですけれども、今その5年目ということです。例えば普通の会社で、じゃあ社員が、じゃあお金受け取りに行きますって言って、で、それを会社に報告しないで、なんかよくわかんない場合でなくなりましたって、完全に横領じゃないですか。で、そういうのよくやってます。どれぐらいあるかわかりませんって、もうおかしくないですか。だから今も言ったようにそういうのは多いですって聞いてるだけで、どのぐらいあるか。で、太田さんのところにもそれが1件あったわけじゃないですか。そしたらもう現金もあるときは必ず報告しろとか。じゃあ、現金もらったら、それはこの口座に必ず入れるとか、再発が、着服という再発が起きないような仕組みにしません、普通。ひろゆきさん、口座に入れると記録が残っちゃうんですよ。いや、記録残したくないっていう時点でもうおかしいでしょ。そうおかしいんですよ。綺麗なお金なら、綺麗なお金でいいじゃん。私はね、分かったら記載しましたよ。分かったら記載したけど、分からなかったから記載できなかったんです。なので、再発防止策として、もう全部口座に必ず入れましょうでいいじゃないですか。口座に入れなかったらそれ着服だよね。でもそういうふうにしないのなんでなのかなと思って。野党はそう言ってますよね。私もそう言いたいですよ。だって知らないところでお金がわーって空飛んでたんですから。やっぱでもちょっと太田さんにだから聞きたいのは、ちょっとさっきね途中で終わっちゃいましたけど、太田さん多分なんかこう。そこそこ後ろめたくないから多分番組出てくださってると思うんですよね。そこそこじゃない、全部。たださっき西さんも言いましたけど、じゃあ再発起きないようにした方がいいんじゃないかとおっしゃって、私も本当はそう言いたいとおっしゃったじゃないですか。でも私も本当はそう言いたいっていうだけには、でもちょっとそうしたくないと思う人たちがいっぱいいるってことだと思うんですけど、それはどういう人たちで、それはなんでなんですか。いや、今はもう政治資金規正法の改正は当然やるべきだとみんな思ってますよ。でも何を改正するかですよね。そうそうそう、おっしゃる通り、おっしゃる通りですよ。だから連座制だけでいいのかとか、連座制だけだと不十分ですね。その他さっき言ったように何かあった時の立件された人はこういうことっていうのがね、本当に訴求するのか、それとも将来にわたってもそれ響くのかというようなことを含めてね、それも全部人事だけども正しい人事ができるのかってことですよね。野党は連座制を言いますけど、今回その疑惑の数に対して政治家本人だけじゃなくって関係者も立件された数はとても少ないですね。そうですね。で、関係者が立件されないということは連座当然適用されませんから、そうするとやっぱり連座制ってなんかこうものすごく目玉みたいになってるんですけど、実はこうした政治と金の問題を解決するにはおまけみたいなものに過ぎないと思いますね。ある種プレッシャーとしては強くなるけれども、おそらく問題を抑制するには先ほどひろゆきさんおっしゃってたように口座振込にするとか、いやそれは書いてある。口座振込にすると今後は絶対現金で渡さないっていうのは書いてある、書いてあります。あさって出てくるやつに。だからね、党則ですよね。ただ自民党の党則は自主的ルールですからね。でも自主的ルールであってもちゃんと守りますよ。いやでも政治改革大綱、例えばこれは30年前にそれは作らなきゃいけない。30年前に作ったものはこれ党議決定されましたよね。だけど今なんていうのか、派閥は今も存在しているし。だからさっきも言ったように、あさってのはあくまで中間取りまとめよ。それをもう一回 PT で練り直して最終的には政治改革大綱を作りますよ。の新しいバージョンですね。新しいバージョンを作る。そしてここに少し刷新本部で書いてあること書いてあるけども、派閥の解消と党のガバナンスの強化、私は党の、これ後で言うわ。それから政治資金の透明性、必ず口座振込をする。それから派閥での政治資金パーティーは全面禁止。それから収支報告書に外部監査を義務付ける。それから政治資金パーティーなどの収入は銀行振込、基本ってのはおかしいって、必ず銀行振込、基本って例外がありそうだから基本って何なんですか、太田さん。いや私も今気がついたよ太田さんって正直だから面白い太田先生役人出身だからせめて原則振込って書けばいい、なんやねんそれからだからここまでは言ってんのよ一応ね。それはまあ確かに基本はどうじゃらとか言い出したらきりないけど、でもこれ根本な気がするんですけど、さっきの和歌山の話とちょっと関係する気がするけど、2つやっぱ問題があって、1個選挙の時の数年後までやっぱ結局うやむやになっちゃうんじゃないかと、派閥今回なくすって言ってましたけど、過去もそういう動きあったけど結局もう一回戻ってみたりとか、結局うやむやになっちゃうんじゃないかって1つと、やっぱその基本っていうのが本当面白かったんですけど、やっぱ結局次の抜け道探すの結構、今回はだってなんか脱税かどうかって結構あるけど、私はいい人だからかもしれないけどちょっと勘ぐりすぎで、太田さん急にいい人にさっきまで大阪のおばちゃん風でいらっしゃったのに急にいい人に。いや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 、私ねそこやっぱりね今回のねバッシングと言ったらいいのかな、本当に大変でしたよこれはね。やっぱり政治不信これだけ生んでね、皆さんにこれだけ迷惑かけてね、それでねこれをねまたごまかそうなんて言ったら私もほんまぶったたいてやるよ。で国会とかで自民党基本取るっていう提言していただけるんですか。しますよ、じゃあしますよ。じゃあ刷新会議ですもんね、メンバーですもんね。現金は消したんだよ。現金はもう恥ずかしいことはやめてくれって言ったんです。現金消したってどういうことですかそれ。いやちょっとそこまで言うとただしとか書いてあったんだよ最初。ただし現金は OK みたいな。いや現金で渡さざるを得ない時みたいな。あ、ただし現金で渡さざるを得ない時は OK って書いたんですか。 OK ってだったからそれを基本にまとめたのは太田先生ってことですか。基本にまとめてしまわれた一言。いやこれはねだからねいくらね役員だったとは言ってもね、メンバーだったとは言ってもね、所詮ねちょっと大げさに言うと総理とね木原さんぐらいが書くわけだよこれうん、まあなんか好意的な話をすると、うん、その銀行振込以外にも、例えばじゃあ PayPay で払いましたとか、うん、外国人だから小切手で来てしまいましたとか、うん、銀行振込以外の手段もあるんですよね、うんうん、でやっぱり小切手ダメですって言うとアメリカで仕事するの本当大変だから、うん、だからそういう意味でいくと銀行振込以外の選択肢も必要だよのは分かるので、うん、むしろ銀行振込するじゃなくて現金禁止にした方が分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど。あー、なるほど。いや、その現金以外って基本的にどんな金融手段も誰が誰に払ったかって記録が残るんですよ。現金だけですよ残んないの。でもそれって政治資金規正法に書きにくいよねきっと。だから現金禁止の方がシンプルじゃないですか。要はその銀行振込以外のだったら基本はそうに読んでくださいよ基本。いやっていう風になっちゃうと、じゃあ基本銀行振込だから現金でもいいじゃんになっちゃうんですよ。現金だけはダメだよの方がむしろシンプルだし分かりやすい。うん、なるほど。で木原さんにちょっと言ってくれませんか。言ってきます変わってたらこれすごいなこれから秋に向けて PT が動いて、でもね私旧安倍派じゃないですか、はい、結構今まあ横に置かれてるわけ。ああ東大の中で安倍派が横に置かれてるんですか。結構肩身狭いんですか。肩身狭いっすよ肩身狭いですか。どんな感じなんですか。本当に肩身狭いっすよ。例えば昨日の刷新会議でも安倍派の人はほとんどいませんよね、うん、それは政倫史に出てその後出るわけにいきませんよね、うん、だからほとんど人数がいないのでやっぱりこれはまあ我々が悪いんだけれども他の派閥の人に非常にこうなんていうのかなすごくイライラ感が溜まっててね。それでまあ安倍派がこんなことしなければこんなことにならなかったのにみたいなのが非常に空気として流れてる。最終的にはこの党則を改正して問題を解決しようっていうやり方は、まあ、自民党が信頼できるかどうかっていう問題とつながってくると思うんですね。政治資金規正法はもちろん改正するのよ。政治資金基本法はどう改正するかっていうことと関係すると思いますけど、これ他党がねどうなるかってことも関係してます。まあそうですね。それとも関係してきますね。うん、でっていった時にご承知の通り1980年代にやっぱり3点セットができたわけです。今の政倫審もそうですし、政倫審ってこれ3点セットで行為規範と、うん、それから倫理考慮ですかね、うん、これ3つできたと、うん、でこれは議会の側にできていて、うん、で自民党の中ではリクルート事件の後ですね政治改革大綱をお作りになってこれは討議で決定されていた。でだけど今これが起きてるわけですよ。でだから党の自主的ルールで作られたものでどれほど問題解決できるのか信頼できるのかというところが1点で、それと関連するところで申し上げると派閥の解散ってことを言ってますよね、うん、派閥の解散ちなみにどのような意味なのか改めて教えていただいてもよろしいですか。そして今どうなってるのか。だから私の理解は政治団体として登録するのをやめるっていうのかな。ですよね。総務省の届け出を活動はもうお金人事含めて、はい、やらないということですよ。単なる政策形成のための集団が政策集団って言うんでしょ。ですよね。今回、書いてあることで。でだから要するに今まで総務省に出していた届け出よっていうのをこれ取り下げる。でだけど一般の人たちがイメージする解散っていうのは、うん、でちなみに自民党の場合派閥単位で、まあ、事務所もお持ちですよね。でもうなくなったよ。世話県の場合はもうなくしますよ。看板を下ろして、まあ今生産事業やってるから、人はいるけれども、部屋はもう借りないはずですよ。本当ですか。うん、あ、そうですか。そうだとするとなかなか本気ですね。だけどなんていうのか歴史的なものとか結構ありますよね。ああいうものも全部。まあ、私らは知りません。それがどこにどのようにあるのか知らないけれども、写真少しあなんか岸さんが作った時のなんとかとか、はい、そんな見たことないからこうなんか墨で書いたようななんとかで「清和政策研究」って書いてあるやつ見たことないし、どこに収まってるのかあんな狭いところに収まるのか。わかりました。じゃあ安倍派は、まあ、本当に事務所も引き払って、うん、物理的に解散していくっていうことなんですね。うん、だけどこれ派閥によって温度感は違うはずで。ね、実際には総務省の届け出は取り下げるかもしれない。それも全派閥がやるのがかなり怪しいような気がしています。で取り下げたところで、まあ、ある意味、まあ、政治的になんていうのか当然政治活動の自由って認められてますから、人が集まって、まあ、いつもと同じ木曜日でしたっけ、皆さん集まってなんかこうお食事しながらああでもないこうでもないみたいなことされてれば物理的には何も変わってないんじゃないかって気もする。だけどそういうことってこうなんか一般の人たちが解散しますって時に今までこういつも集まってたメンバーで食事するのをやめましたやめます事務所も引き払いますみたいなイメージとはちょっと違うんじゃないかっていう気もしてるんですけど。いややっぱりなくなったなって実感持ってるしね。実感、うん、だって木曜日に1回その集まるっていうのがなくなったらね本当それになりますよ。あら久しぶりって感じで。じゃあ、安倍派はもう木曜日に週1回集まらなくなった。全然ほとぼりが冷めてももう集まらない。ああなるほど。絶対集まらない。でもそれってその単に太田さんがはぶられてるだけで他の人たち集まってたりしますよね。まあそうかもしれないけど先の青年局と同じですね。でもそれないと思いますし本当に解散してますよ。本当に解散してる。他の派閥はどうなんですか。他の派閥はまあわからないし麻生さんとか茂木さんのところはやめないって言ってる人もいますしね。やめないって言ってますよね。やめないって言ってるけどどうなんですかね。まあでもほとぼりが冷めるまでは集まらなかったとしても結局じゃあ政策について話をしましょうとかってやっぱり仲のいい人同士で定期的に集まるは発生しちゃうじゃないですか。でそうするともともと安倍派で仲がいい同士がたまたま集まりましたでそれがたまたま10人でしたって言ってそれをじゃあ規制するのは無理じゃないですか。でもそれは外から見たら、それは安倍派の議員10人が毎回会合してるんじゃないんですかってなっちゃうじゃないですか。でも金と人事はもうやらないっていうことですからね。これはもう金と人事はやらないってことはもうこれきちんともう徹底するはずですよ。だっていやだけどね一方でねひろゆきさんねその人事をやらないは例えばじゃあ10人のグループがいて総裁選があるときに俺たちのグループは誰に投票しようぜって話はやっぱするじゃないですか。まあしないとは限らないね。うん、でじゃあその総裁選出るのにはなんか何人かの候補者その国会議員の推薦が必要って言ったらじゃあ俺たち何人で集まって推薦作ろうぜってなるじゃないですか。だからそういう意味で総裁選のあり方も変えなきゃいけないって議論はしてますよ。そんなね国会議員の比重が今大きいからそういう問題が起こってるんでもっと党員自体をね地方議員含めて。党員何万人いるのかな、3万人減ったって言われてるけどそれその人たちに平等にやってもらうと。で今石破さんなんかね地方ではすごく人気あるの国会議員人気ないからどうのこうのというようなことが起こらないようにしようと。あ石破さんのあんまり具体的にだから今お元気なんですね。いう議論はしてますよ。まあどうなるか分かんないけどね。どうなるか分かんないけど。でもまあ数百人のグループでお金と人事の権限ないまま運営できるんだって、だって野党だったら実態としてありそうなもんじゃないですか。めちゃあるじゃないですか。いやそんなもう不可能じゃないですか。また戻るんじゃないですかと思うんですけど、違う形ってありえるんですか本当、太田さん。事務所ともう一個ね、口座どうすんのかとかね、口座解散しちゃうのか、お金しちゃうんですよ。生産本当ですか。あ本当ですか。だから残ったお金は。今議論になってるのは能登半島のそれ安倍派がじゃあ出すってことなんですか。安倍派のじゃあ金庫にあったお金を自民党が出す寄付する裏金問題のなんとかに寄付するっていうのは自民党じゃなくて安倍派あれは安倍派として自民党としてかな能登半島地震の義援金にするっていう案が今一番強い。あそれが自民党内での安倍派のみそぎですか。まあそうそれだけでは済まないとは思いますけれども、お金の面ではみそぎですね。なるほど。ずいぶんね、お金と、ひろゆきさんなんかありますか、大丈夫ですか。いや、ちょっと話戻っちゃうんですけど、その太田さんがさっき出したフリップで、そのこれぐらいお金がかかるんですって言ってるのが、僕なんか多重債務者の人が言ってるのと全く一緒だなと思って、要は服も買わなきゃいけないです。こんなにも必要だから飲み会もやらなきゃいけないんです。で、携帯代も3万円かかるんです。だからこんなに必要なんです。だからカードも借金しないとダメなんです。じゃあ公設秘書3人の中でやりくりして、その中でできることやればいいんじゃないのっていうふうに僕思っちゃったんですよ。やっぱりね、私が言いたかったのはさっきのべき論なんだけれども、私なんか爪に火を灯してもやっぱり私を選んでくれた方々のためにやるべき仕事はやろうと思ったらこれだけかかるという意味で申し上げてるんでね。やりたいからそう分かります。いや、そこは分かるんですよ。今そうやってるのは分かるんです、でも法律上公設秘書3人までしか出さないんだったら、じゃあ秘書3人の中でできることをやりましょうっていうのが一般の家庭の考え方じゃないですか。収入これなんだからこの中でやるしかないよね。でもやっぱり本当だったら子供を私立に入れたいし塾も入れたいけどいろんなやりたいことあるよ。でもできないよね。でもが普通じゃないですか。それをやりたいことがあるんだから、他からなんとか金持ってこようっていうのが、そもそも僕、庶民の感覚とはずれてるっていうのを、太田さんが分かってなくて力説してるのが。やるべきだから、お金がかかってるんですよ。いや、それ言ったら一般の家庭だって子供は塾行かせるべきだし、私立に行かせるべきってなりますよ。そういうこと言ってるんじゃないんですよ。やっぱり選ばれたものは、選ばれたものは選んでくださった方々に子供を産んでしまった責任があるのと一緒じゃないですか。頼まれたことはきちっとやるってことですよ。正しいことだけですよ。頼まれたことを公設秘書3人の中でやるってなんでならないのかって。24時間多分寝れないね。そうすると本当にじゃあできる範囲でやればいいんじゃないですか。できる範囲でやったら次の選挙落ちます。落ちるんだったらそれはしょうがないんですよ。だってそれが実力なんだもん。これぜひひろゆきさんね、面白い話だから聞いてみたいですけど、俺あれなんですよね、大学の時金なくて議員事務所でバイトしてたんですけどなんでやっぱりね、こういうことがね、なんか悪いバイトだったから、確かになんか現金で渡された気するんだよな、給料。ああ、それは裏金なんだよ。それは置いといてですね、絶対小手師匠3人だ、本当確かに回んないんだろうなと思う。地元にもめちゃくちゃ師匠さんいますから思うんですけど、だしたらどっちかなんですよね。別に公設師匠10人とかにするって法律ですればいいっていう説もあるし、あるいは逆にもう本当に3人でやるんだったら3人って決めて施設師匠雇えないってするのもあるし、なんだけど、まあ多分陳情とか全部聞いてると絶対無理だろうなと思うし、地元での仕事をしたいかしなくて、とにかく選挙さえ通ればいいっていう議員さんね、おられますよ。だから私は仕事したいんで私は仕事したいんで、それだけ人もいるし事務所もいるんですよ。選挙だけで通ればいいって言うんだったら、もうそれは3人でありますよ。だからやっぱこれひろゆきさん聞いてみたいですよ。だから国民の皆さんってやっぱこう政治家1人にかかる資金ってやっぱすごい高いと思うじゃないですか。まあ高いとも思うんですけど、本当に今の仕事をこなそうと思ったら公設秘書10人分のお金出さなきゃいけないっていうのを国民が OK って OK なんですけど、やっぱりそれで世論難しそうじゃないですか。ひろゆきさんどう思います？本当に透明にして必要なんですか？なのでじゃあ日本の政府が今すごくよくやっていて、日本人が割とみんな幸せだったら、よし OK なんですけど、公設秘書3人以上のものをやったとしても、日本良くなってないじゃないですか。そしたらもう公設秘書3人の中でやりゃいいんじゃねえの。結局やるべきって言ってることをやるべきということをやった結果、今うまくいってないんですよ。だからパーッとこう議論を変えるけど、私が言いたいのは、要するにそういう仕事をやりたい人を選んでもらって、必要な資金を出してもらって、そして日本を良くしたいってことなんです。でも太田さん、ちょっとひろゆきさんの質問もう一回僕繰り返しますので、ちゃんと答えていただいた方がいいかもしれないですけど、ひろゆきさん言ってるのは多分ですね、太田さんやるべきだと思ってる、地方の陳情を聞いたりするのやるべきだと思ってるけど、陳情じゃないね、陳情ですよね、いろいろ地方の文句から何からいっぱい全部聞くとで、聞くという作業をみんな国会議員の皆さんがやってきた結果、日本の経済が上向かなかったよねと。じゃあそれやり方が間違ってんじゃないのって話、ひろゆきさんが言ったと思うんですけど、そこはどう思いますか？結局いろいろ聞くのはいいんですけど、聞いた結果この20年何変わったんですか、なんか変えなきゃいけないんじゃないですかってことだと思うんですよね。ひろゆきさんそんな感じですか、大体今、はい、それどう思いますか？日本の成長が止まってしまったのは別に政治家の責任だけじゃないですよ。やっぱりもちろん政治家が一番大きな責任はありますけれども、やっぱり私はなんていうのかな、教育だったりいろんなことが全部重なってこういうふうになってるわけで、政治家だけが悪いわけじゃない。やっぱり官僚を含めてなんていうのかな、水先案内人がきちっとしてなかった、水先案内がきちっとしてなかったってことはその通りだと思うけれども、例えばですよ、私が今思うのは、私若い時に通産省にいて、そして一回出て帰ってきて思うのはね、この縦割り一体何なのと。これ行財政改革でやったことですよ。こんな縦割りになっちゃって。それからもう一つは、これは安倍菅時代にできたことだけれども、官僚主導ではなくて官邸主導の時代がかなりありましたよね。そうすると例えば思いつきで安倍さんがポッと言った、岸田さんがポッと言った、それがねもうバーンと降りてきたら、それ真面目にやっちゃう官僚さんがたくさんになって、それが仕事になっちゃうわけだから、私は枠組み作りというか仕組み作りがかなりもう日本の場合ね、改革と称して失敗してきた。これもちろん政治家の責任でもあるけれども、国民が改革という名のもとにね、小さな政府をね作ろうとしたわけじゃないですか。その中で縦割り、もうこれでええわと、もうこれ以上働かへんわっていう人がもう増えちゃったわけですよ。だから私はそれを変えるにはやっぱり本当に働こうと思ってる人にはきちっとお金を出してもらう、これがやっぱり大事なことで、これは国家公務員もそうです。給料が安すぎるから今人材が集まらないんですよ。集まらない。人手不足ですからね。だからこれだけの給料をもらうんだったらそれだけ働いておけばいいじゃないかっていうのがさっきの私はひろゆきさんの言い方だと思うけど、それじゃダメなんだよ。それじゃ成長しないんだよ。ひろゆきさんどうですか？いや結局そのじゃあ官僚の給料安い、官僚の給料を決めてるのって法律じゃないですか。それ誰決めてんの？国会です。で仕組みを変えなきゃいけない。仕組み誰決めてんの？政治家じゃないですか。いやだからその要は国民の橋本徹さんと同じ論法だなと私は思って聞いてるけどさ、ひろゆきさん、日本のあの労働者の労働時間って他の先進国に比べて長いんですよね。で睡眠時間も少ないと。それ言い出したら全部法律作ったのは私たちだからさね。それ言い出したら論理がこうヒューッと他に持っていってるのをちょっとすごく感じるんですけども。ひろゆきさんが聞けますか？でも一応最後まで。はい。なのでその国民がじゃあ仕事をしてないかというと労働時間も長いし、で努力もしてるし、じゃあイタリアみたいになんか1ヶ月2ヶ月休み取りますみたいなとか、ブラジル人みたいに働かねえぜとか、フランス人みたいにじゃあすぐ辞めて失業権もらおうっていう国民性でもないんですよ。なので国民性のレベルでいくとかなり高い方にあるにもかかわらず、日本の成長ってずっと低いままじゃないですか。で、それは仕組みの問題じゃないなと。で、教育っておっしゃいましたけど、じゃあその日本がうまくいってない理由、一つは教育であると。じゃあ教育の仕組み決めてあるのって文科省で政治家が決めてることじゃないですか。それをなんで政治家が決めるべきものを政治家の責任にしないんですか？だって教育国民が決めるの不可能じゃないですか。責任ないとは言ってませんよ。僕ら国民がじゃあ国民がどうやって変えられるんですか？政治家が変えないで。それは選挙でしょう。いや、政治家が、選ばれた政治家が変えるんですよ。違います。選挙に行くのは投票するだけです。仕事として政治家は法案を作るという国会議員の仕事があるので、それで変えるべきなんです。でもそれをしないで国民が選挙で頑張んないからおかしくないですか？選ばれた人何もしなくていいんですか？いや、そんなこと言ってませんよ。ひろゆきさんすっごく上手だなと思いますよ。論理の拡散の仕方がすっごい上手だけども。政治家が法律を変えないで誰が変えるんですか？だからそう、必要があったらもちろん変えますよ。それが仕事なんだから。変えてないから今教育が良くないんじゃないですか？変えてないわけじゃないじゃない。じゃあ教育がうまくいかないのは具体的には誰が法律を変えてないせいですか？教育が悪い？教育が悪いのは今だったらあれですよ。例えば大阪維新の会がキャップ制のあんな無償化なんか作ったりね。大阪維新の会ができたのはここ5年10年ですよね。ここ5年10年だけですか？日本の教育が悪いのは。それはまあ日教組の問題もあったでしょうよ。あったでしょうけれども、そこを変えなかったのは誰ですか？変えなかったのは野党ですね。うん。野党が変えないせいで与党は法律が作れないと。過半数を抑えてるにもかかわらず。いや作ってきましたよ。少しずつ作ってきたけど、やっぱり歴史っていうのは積み重ねだから。法律を変えたら世の中が全部変わると思ったら大間違いよ。やらなかったというのは自民党じゃないんですか？そんなことない。積み重ねがあってね。積み重ねがあって法律さえ変えたら人間が変わるかといえば。そうじゃないでしょ。法律を変えなければ仕組みは変わりません。いやもちろんそうですよ。だからそれをだからなので法律を変えるをやらなかった。でそれが自民党がやらなかったにもかかわらず、自民党に責任がない、国民が悪い、選挙が悪い、野党が悪い。そんなこと言ってないよ。なんかそんな他人言ったじゃないですか。野党が悪いって。まあ野党が悪い時代もあったんじゃないですか。まあとにかくぐる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 回るからもうこれ以上は申し上げませんけども、仕事をしたいっていうことを言ってるのにもかかわらずそこからどんどん論理がすごいちょっとじゃあ単純化してちょっと最後だけそこ整理しましょうか。まあ日本の経済成長に20年ぐらいうまくいってなかったよね。これ誰のせいだろうかなって言った時に、まあ、政治家だけの責任ではない。経済界のせいですよね。経済界もひどい。経済政策だけじゃないっていう話になりまして、じゃあどういうことがあったのかって時に教育の問題とかってなったと思うんですよね。それもう例示ですよ。例示でね。例示、まあ、他の問題があったんじゃないかと。でまあひろゆきさんのおっしゃることは、まあ、でもその教育ないし他のことも政治家ができることではないかと。でつまり包括して政治家の責任っていうことを受け止めなきゃいけないんじゃないかってことだと思うんです。それは受け止めなきゃいけない。やっぱりでもそこにはビッグリーダーがいてねやっぱり昔私通産省で仕事をしてる頃、本当に総理大臣は偉い。っていうかすごいなと思う政治家いた。だけどね、正直言ってね、今ねこの人なら死んでもいいついていこうと思う人は正直いないですよ。政治家ってそれ自分が目指すべきなんじゃないですか。いや目指して頑張ってますよ。だけど奇数とかさなんとかいっぱい変えない。私なんか知事8年やってもね、それ人事にカウントしてくれないんですよ。それも言いましたよ、今回の刷新会議で。小泉進次郎さんなんか私に向かって「太田さん知事やったのにね雑巾がけからっておかしいと思わないか」って言うから「おかしいです」って。で奇数とね、それからねその世襲が一番偉いわけじゃない。私なんか第三民族ですよ。第一民族は世襲、第二民族が府議県議、第三民族その他知事を含むですから、こんなことやってたらダメだ。ひろきさん今なんかありますか？あ、だからそういうのでそんな組織に居続けてるのが悪いんだと思うんですよ。出てってやればいいじゃん。だって国会議員って法律を作るための1票が打てるんですよ。でもその組織に居続けて、その組織の投票に対しても拘束がかかるわけじゃないですか。うん、したらじゃあその知事の経験がゼロですっていうところをずっと温存して、その党が作る法案に賛成して、で、それじゃないものは賛成できないっていうのに居続けるんだったら、変えるんだったら出るべきなんですよ。でも出るよりも自民党の中にぬくぬくしてた方がいいよね。政治家でいられるからっていうことに聞こえちゃうんですよ。まあ、一部認める。いやそれはだってね、自民党ってとこはね、一つに異論があっても一つにまとまったらその方向で走れと、絶対にそのなんていうの棄権するなと、こういう党でね、正直言ってね、例えば最近で言えば LGBTQ の問題とか、あるいはその今日もまた出てたけども夫婦別姓の問題とか、そういうのについては党議拘束がかかるわけですよね。うん、それでその自分の思いとはそのなんていうのかな、違うこともやらなきゃいけない時もある。でもやっぱり自民党にいた方が得だからいた。これは認める。太田さん、ちょっとじゃあひろきさんもう一回ちょっと整理して聞いていいですか。ちゃんとバシッと聞いていいですか。まあ、こう聞こえちゃうのかもしれませんと。今のままこう順繰りの年次制でいったら、まあ、太田さんやっぱ30で初当選したわけじゃないと。大阪府知事が抜かれるんだとしたら、だとすると本当にやりたいことがあるんだとすると、それをリーダーシップ取ってやるまでに結構もう政治的な寿命が来ちゃうんじゃないかと。となると別に政治家としての寿命まで自民党にいればいいんじゃないかと聞こえちゃうと。本当になんかやりたいことがあってリーダーとしてやるんだったら、何か確変、パチンコやことで確変を起こさなきゃいけないんじゃないかと。それなんかちょっと今までの仕組みを変えなきゃいけないんじゃないかと。まあ要はこう奇数で選ぶんじゃなくて、今それを一生懸命やってるわけですよね。それを具体的にどうやろうとしてるんですか。それ今の活動もそれですよ。やっぱり派閥からお金と人事を剥がすとか、それからその人事は第三者機関っていうのかな、総理が勝手に決めるんじゃなくて、あるいは派閥が決めるんじゃなくて、しっかりした目を持った人にきちんと本人の意向も確かめながら決めていこうとか、人事局の体制を全部変えるわけだから今度。そうか、人事ね、年次送りとかじゃなくて、そういうふうに決めていこうっていうふうに。というふうな気概は持ってるよ。気概は持ってる。太田さんが何を変えたんですかの質問に、派閥から人事とお金を剥がすって、それ太田さんがやったんじゃなくて、剥がされたんじゃないですか。むしろやられる側が温存してたんじゃないですか。いや、私は良かったと思いますよ。まあ本当に。それが実現できるかどうかという疑問はさっきからいっぱい出てるけどね、基本という文字とかなんとかいろいろ出てるけれども、私は派閥は今回、まあどっちかというと派閥の重鎮ではなかったから、それ確率変動が起こることで恩恵被る方かもしれないですからね。それは確かにそうかもしれない。じゃあ最後ちょっと10分ぐらいなんですけど、ちょっと聞いていきましょう。まあ、ここまで太田さん、じゃあそのね、お金かかってまでやりたいことあるっておっしゃったからには、こう何をちゃんとやりたいのか最後聞いて、ちょっとその前に政治とかね、もうちょっとだけ聞いていいですか？いいです。じゃあどうぞどうぞ。いや、西田さん一つやってください。はい。ちょっと全然違う角度のご質問なんですけど、太田先生、実質的に財布っていくつありますか？あ、政治的な財布ですよ。政治的な財布ってその団体の数ってこと？あ、そうです。団体の数はやっぱり通常通り支部と後援会ですね。あ、2つだけですか。じゃあ原則通りですね。そうですね。原則通りです。私本当に原則以外のことやってない。あ、なるほど。はい、で、これすごく珍しいと思います。もういくつもそうびっくりした私。はいはい。なんとかドリームとかね。いやー、皆さんそんなもの作ってね、違法じゃないかと思ったぐらい。いや、そうなんです。で、国会議員だけ特別になってやっぱり規制が厳しいので、まあなんていうのか、すごく迂回させていくっていうスキームがまああるけど、じゃあ太田先生は2つだけ。私だからびっくりしましたよ。茂木さんのやってることとか、それから誰だっけ、みんなやってんだね。そうですよ。はい。いや、お金持ちがやること、あれは。ですね。で同時にじゃあなるほど、じゃあ僕は見たあれですね、自民党の参院支部のものと参議院の第6か何かです、とそれから太田先生の講演会ですね。で太田先生のところの収支報告書ってものすごく細かくチェックがされている。要するにすごくなんていうか領収書いらないんで、ものすごく雑につけてるところと丁寧に1円単位までつけてるところ、丁寧にしてる、で先生のところ1円単位までついてて、まあ蓋然性ってのはどれだけ担保されてるか。僕めっちゃ細かいやつなんで。怖くはないでしょ。怖くはないけど、まあでもあれです。そのぐらい一生懸命勤めてきました。勤めてきましたっていうか、うちの秘書さんしっかりしてて、今の秘書さんですよね。いやってなると、なんでやっぱり裏金っていうのか、まあそれだけ不記載になってたのかっていうのはすごくこう違和が残る。1円単位まででお店も私だって悲しいですよ。もう本当に監督不行き届きで申し訳ない。もう本当にごめんなさいっていう、もう謝る。それから先生も政治資金パーティーもちろんやりますよね。で先生、特定政治資金パーティーの方もやる。一発1000万円の。それは着せずしてこういったことがあった昔。だけども元から特定っていうのも、物も特定って言うんだっていうのも知らなかったし、1回で1000万円以上のやつですね。そんなものやれるとは思わなかったから。でもやってらっしゃいますよね。やってらっしゃいますよね。2回か3回、大阪では1年に1回しかやらないから、もうそれしか1個しかやらないんですよ、純粋な政治資金パーティーは。あれやっぱり儲かりますか？儲かりませんよ。大阪の人厳しいからね。やっぱりそれなりのものが出てないと怒られるので、それなりのお金は使いましたよ。使いましたけど、まあ最後、特定の名前を挙げて悪いけどリーガルをやるホテルにお願いして、ちょっと先ここ安くしてあそこの中之島のリーガロイヤルですか。いや昔知事の時からやってたからまあお願いとか言ってそうやってね、なんとかこうひねり出してやってきた。でもまあ支出の原価とやっぱりパーティーで集めたお金比較すると、まあかなりやっぱり利益率は高いですよね、収益性は。いやーだって。でも例えば、ちょっと特定の方は忘れたんですけど、通常の政治資金パーティーだと支出に対して入ってきてるのって3倍ぐらい。よくご存知ね。いや僕こういうのやると結構ちまちま調べてくるタイプで。ちなみに先生の本2冊と読んできました。いやいや、ノックと今度もうちょっとマシュマロの狭間で手伝って。あ、いやいや、それから女性局の2020年にあれはダメ、あれはダメ、あれはもう口述筆記でえらい目にあった。両方ともはい、一応パラッと読んで、パラッとというか全部。あれはちょっとひどかった。あ、そうですか。ノックとトールの方はまあまあ。ノックとトール、そう。まあまあだけど全然売れなかった。確かにちょっと売れる感じしませんでしたね。横山ノックと橋本徹さんの間で知事をお務めになったっていう本で、まあご自身の腰方行く末はまああれとして。まあでもそのお金が儲かんなかったらパーティーなんかやる必要ないわけで、苦労してやるのはそれなりに儲かるからじゃないですか。でもそれを儲かってますって言わないのなんか理由があるのかなと思って、調べればだって分かっちゃうわけじゃないですか。だって儲かったっていうか、そのパーティーはやっぱり収入源の一つだから、政治資金を稼ぐためにやってるってことですもんね。稼ぐったらなんか語弊ありますよ。それはまあ政治資金規正法上かは対価だからね。あ、まあそのいや政治活動の資金を得るためにやってるので、そのパーティーでそれなりの額の資金は得ていますっていうのであれば、何の問題もないじゃないですか。正直言ってそうですよ。だってこれやらないとやっぱり全体のやっぱりやるべきことが私はこなせないんだもん。でもこれでも足りないんだよ。足りない。やっぱりなんかそのパーティーでその活動費がプラスになるっていうのをなんか言っちゃいけないみたいなルールでもあるんですか？いやーだって対価じゃない。そう、対価だからですね。だから私はだから知事の時にもう結構問い詰められてね。先生2007年だかなんだかと、もっと前かにも赤旗とか出てますよね。あ、本当？はい、政治とお金の疑惑で、先生の21世紀なんとかっていう方であっち側のお金の出入りについて。疲れてますよ。換気婚でしょ。ああ、そうです。はい、それも。私も政治資金規正法は本当に怖い法律で大変やなと思ったのは、最初あるまあ講演会に近いような関西経済など換気婚ってそうそう、それ違うね。あ、違います。それまた違うね。あ、だから昔は私あれだったのね。21世紀頑張ろうかいってのがあったんですね。でもう一個はもう向こうから押しかけてきて、私ら講演会やりますいうのあって、それでそこから支援をしてもらうのに講演をして講演料の形でもらったんですよ。でそれを自分の口座に入れたわけ。ああ、そしたらこれが政治資金法逃れになるんじゃないかっていう疑念が盛り上がった瞬間からだといろんな他の問題も出てきて、でもその時確かにそうだよなと、だから全部返しました。うん、だから自分のお金で自分の口座に入れて、もう税金も払ったのよ、全部払ったけど、ある秘書さんがそれ政治資金法逃れってにも見えますよって言われて、難しいなと。要はね、ちょっとここだけの話、それをずっと下でもらってた知事もいるのよ。だけどそれは問題にならなかった。誰ですか言わない、そこまではちょっと言いたいけどね。イニシャルだから。いやいや、もうちょっとね、もうやっぱり大阪ですか。大阪なわけないじゃない、私が知事だもん。いや、その前とか。いや、まあ、前もあった。そう、前、その前の前、ノックさんの時に一回泊まったけど、その前の前はやってた。ノックさんの前の前。ノックさんの前。ノックさんの前。あ、そうなんだ。とか。とかね。他にもあるよ。だから下に置いてた時にはね、何にも問題にならなくて、テーブルの上に出した途端にそうなるわけだ。だからみんな銀行振り込みにしたくないんですから、ね。いや、もう、いや本当にそれも勉強になりました。太田さんね、いろいろ赤裸々に言ってくれるから面白いんですけど、でもそうやって講演パーティーで講演してちゃんとお金集めて秘書もちゃんと雇って、まあ、やりたいことがあるわけですね。そこをちょっと最後聞いていきたいですよね。経済産業副大臣やられ、はい、で、政策実現のためにいろいろ考えてらっしゃるんだと思うんですけど、最後それを聞いて。ひろゆきさんと西野さんご意見ちょっとお話聞いて締めていきたいと思うんですけど、でそこまでして地元の意見を聞いたりいろんな産業界の意見聞いて、どういう政策を実現していきたいんですか、リーダーとなった暁にはとか。今やっぱり日本全体、そして特に東京に対峙すべき大阪の経済成長させたいからですよ。具体的にはもうちょっと。具体的にはあれですね、やっぱりなんていうのかな、成長できるっていうことはもうこれ生産の3要素があって、語り出したらものすごく長くなっちゃうんで、あれですけども、具体的にここに今大きな問題があってそれを解決したいみたいなところってあるんですか。経済産業副大臣ずいぶんやってらっしゃいましたけど。経済産業副大臣、やっぱり日本はやっぱりもともとエネルギーないからね、エネルギーは全てのインフラだから、これね、やっぱりそこで私ひろゆきさんはどっちの方か知らないけど、今回原子力の再稼働もやりました、それからその経年変化40年以上運転できるような GX を作りました。やっぱりそういったその全体が調和が取れないと日本って成長できないですよ。だって資源ないんだから、それを俯瞰できるのが本来は政治家のはずで、どこか足りない、ちょっとしたことと足りないって、それを見つけるのが官僚のはずですよ。だから全体として一体何が足りないのかということを、やっぱり私は経済産業省の時にこれじゃ狭いなと思ったから政治家になったわけで、今はいろんなところを経験させていただいたので、何をどうしたらいいかというと、ちょっとずつでもまだパッチワークだから、それをパッチワークじゃなくて全体をちゃんと知識でも結構な年だけれどもまだ働く、そして働いてそれを全部自分のなんていうのかな、力にして、それをひろゆきさん風に言えば作るべき法律に変える。あるいは指導すべき指導を官庁に対して行う。そして仕組みで直さなきゃいけない行財政改革だってやらなきゃいけない時はやる。そういうことがやりたいんだけど、多分それまで全部やるほど生きられないだろうなとは思ってる。ひろゆきさんどうですか、今聞いて。いや、その生きられないだろうなと思ってるっていうのが僕もそんな気がしていて、その若手の自民党の議員さんとかでいやその女性の議員さんとかも社会をこう変えたい、日本をこう変えたい、で、そのために身を粉にしてっていう、結構努力されてる方がいるんですけど、そういった人たちが努力している成果というのを、自民党の上の方のおじいちゃんたちが自分たちの権力と考えを維持するために使っていて、結果として日本って全く変わらんよね。で、若手で頑張ってる人や女性たちというのは疲弊して、いいポジションに行けないまま死んだりいなくなったりすると。で、おじいちゃん的な人たちがまた交代して、2世の人たちとかが交代して、おじいちゃん的な昔ながらのことをずっとやり続けるっていう構造は温存されてしまう。なので、昔からの日本的なおじいちゃん的な構造を温存するために若手と女性の政治家の力が使われて、ポイ捨てされていくっていう構造にやっぱりなっちゃうんだなっていうのを再認識しました。それどうですか、太田さん。大部分賛成。大部分賛成。で、それどうしたら壊せるんですか、太田さん。さっき、それをちょっと壊そうとしてるとおっしゃってましたけど、刷新会議の中で。どうしたら壊せるんですか、それを太田さん。やっぱりあれですね、なんか事業をやろうとしたら必ず利権がついて回るわけで、万博だってそうだと思うけれども、そういうことをどうしたらなくなるだろうなって思いましたね。そのためにはやっぱり女性を増やしたり、若手じゃないと思う、私若手青年局だもん、うん、やっぱ女性をね、やっぱりある程度増やさないと私絶対変わらないと思う、うん、なんで女性は悪いことして仕方わかんないから。それもちょっとまだなんかこのご時世叩かれそうな発言でありますけど、でもわかんないですよ本当に。普通に世襲の人は知りませんよ、うん、それドリルなんとかさんとか知りません知りません。いやでも私たちみたいにね、ポッとこう政界に入った女性はね、そんなって利権を作っていくみたいなことを。ポット手で入った女性議員の方は結局年数が少ないからいいとこまでいけないで、みんな引退じゃないですか。だから女性で上の方に行けるのって結局世襲の人じゃないですか。名前があるから若いうちから受かっちゃうみたいな、うん、そうね。そうすると、そういう悪い女性政治家ばっかりがどんどん上の方に行きません？悪いっていうのは言い方はよくないですけど。そう思う。したら世襲じゃない、女性の方がもっと増えていけば変わるんじゃないか。そういう判断をできるような人が人事をやらないと。うん、まあ今回青年局長新しくなりましたけど、これも鈴木宗男さんの娘さんですよね。そうそうそう。まあそっか、世襲じゃない女性。まあ世襲じゃないっていうのかな、政治に染まってないっていうのかな、そういう人が真面目に染まってない、うん、だけどね、なんて言ったらいいのかな、例えば利権絡みじゃないことで一生懸命やってると思ってた人がね、やっぱり利権が絡んでたって分かるのがほとんどなんだけど結局ね、厳しいな、経済界も悪いよ。そういう人のところに寄ってくから。寄ってっていろんなことやるからね、私みたいに純粋に1円ももらわずに何かやろうとしてもね、寄ってこないよ。太田先生、ちなみに先生から見て世襲でちゃんとした政治家ってどんな人がいますか？若手で世襲で若手、うん、いないんだ。進次郎さんでもない。進次郎さんはいい方だとは思うけど、太田先生めっちゃ面白いっすね。なんだと思ってた。いや正直だな。はい。制作中でもいらっしゃって、こんなチャーミングなご様子でいらっしゃって。そんなご様子ってありがとうございます。いやいやいや。いや今日はですね、いろいろ太田さんにお話聞いていく。じゃあ最後ちょっと感想をですね、西田さん、ひろゆきさんの順で聞いて、最後太田さんに一言もらって締めていきましょうか。で、西田さん今日やってみてどうでした？はい、とっても面白かったです。もちろん実は東大のご出身でねいらっしゃって、はい、そのことあんまり多分関西でまあ今いらっしゃるということからですよね。はい、関西だと東大出身ってはもう目の敵ですから、ですけど、まあそうですね、通産省経産省をご経験されて、本当はものすごくこうエリートっぽくあってもいいはずなのに。うん、まあこんなに気さくな大阪、しかも大阪ご出身じゃないのに大阪のおばちゃんなんで、そうなんですよ。だからもう大阪にいかほどにこう溶け込まれることにご苦労されたのかっていうことをすごく思いながら。そうかもしれないね。ですよね。もともと関西ご出身広島県ですよね。はい。だからこういうキャラクターとかも含めてきっとご苦労されたんだろうというふうに思いながら聞いてました。で、ちなみに先生もう一個お伺いしたいんですけど、次も選挙出られますか？出たいです。のに、なるほど。みんな大体こうぼかすけどちゃんと言うってあたりやっぱ太田さんっぽいですよね。なんでぼかす？みんなぼかすのがなんか直前とか後出しの方が得だっていう。出たいっていうのは主観だからさ。それやり続けたいですよ。いやはっきりして。だけどそのなんていうのなんかいつまでも粘りよって言ってね身内から足引っ張られるんで、まあ今日は自民党の海を引きずり落としていってください。頑張ります。でひろゆきさんどうでしたっけ？いやだからその答えづらいことでも一生懸命答えようとしてくださるっていうそのなんかサービス精神とか正直さとかだからあ確かにいい人だけどあこれだから自民党では出世しないんだっていうのもちょっと分かりました。そうねそこまあそうだね自民党で足引っ張られちゃうのございますからね。ありがとうございます。いや太田さん最後になりますけれども今日やってみての感想ともしこれだけは絶対伝えたいみたいなのあればなんかね何十万人もそうですね非常に楽しい時間を過ごさせていただきましてありがとうございました。自民党特に旧安倍派なんて99人もいたんだけれどもやっぱり99人99票でそれで今回の政治とカネの問題についても80何人もらったのかなそれについても80数人80数票でいろんな人がいるんだってことを国民の皆さんには知っていただきたいなというふうに思います。そういう中で揉まれながら、まあ、必死もがいて、頑張ってるおばちゃんもいると、こういうことでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ本日はですね、前ですかね、前経済産業副大臣ですよね。はい、はい、本日は前経済産業副大臣で。元だもう。まあ元か一人パーティーされちゃった。本日は元経済産業副大臣で太田房江さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。